はい、えー、今回は完璧を求める天才とバカにしましょうか。あ、アホでいいかな。完璧を求める天才とアホ。うん。みんな、あの、完璧を求める天才ではなく、あ、完璧を求める天才と、完璧を求める天才と凡人にしましょうか。うん。これでいきましょう。まあ、あの、なんだろうな。情報発信をする上で、 ほとんどの人が最初から完璧を求めるんですよ。じゃああなたは天才なのかと。いや、天才だったら別に完璧求めてもいいと思うんですよ。天才なんだから。うん。天才だから完璧作れるでしょ最初から。最初から <laughs>。ね。完璧な、あの、天才なんだから。じゃああなたは天才なのか凡人なのか。仮にもし凡人であるならば、凡人であるならば、最初から完璧なことはできないです。 久保さんもマージャン店を始めて3年で1億言うてますけど最初はねえ、自己アフリートですよ。わかります今隠居生活してる最初の初動がねね、じゃあもっと言うとあの広島の久保ですというコメントを書くっていうそこですからね最初から久保さんが商品作れたのか最初から売り上げが上がったのか最初から あのの仮想通貨で全部うまくいったのか失敗ゼロで全部うまくいったのか FX も最初の1ヶ月目から利益バンバン上げてずっと勝ち続けてるのかないですよ久保さんも FX で1、2、3年、2年なんか,かかったっつってましたけどだから要はうーん凡人だから最初からうまくできないことは当たり前なのでだからその 最初からうまくできないことが当たり前だからこそ当たり前のできないことでもあの完璧じゃなくてもやるってことですねだから結局のそのなんだろうなうん価値を見てないんですよねそのやることの価値についてみんな見てないんですようーん要は家庭の価値っていうかまあ結果大事なんですよもちろん結果大事なんだけどその過程をする価値ですよね そこを見てないですよね。だから、家庭の価値を見てないから、多くの人は、時間給でね。えー、いや、それ、も時間給で換算したら、バカじゃねみたいな。だから久保さんもね、1万サイト作ってるのを、一番初動売り上げが上がってない時にね、時間の時給で換算したら、もうね、バカみたいな話ですよ。ね <laughs>。どうすか 最初からね、1万サイトを作る過程の中で、じゃあ1サイト作ってる時間、2サイト作ってる時間、じゃあ2サイト作りました、1サイト作りました、いきなり100万稼ぎましたっていうわけじゃないんですよ。でこれはゼロです。1サイト作って、2サイト3、3サイト作って0円です。でもそこに対しての時間はかかってるわけですよ。労力は。だけど、久保さんはこれをやる価値を見出してるわけですよ。これやってったら、これ絶対いけんじゃねっていう、そこに価値を自分で見出したってことですね。だからできるわけですよ。 だけど多くの人はあ、その家庭の価値を見てないっていう。自分が今やっていることにどれだけ価値があるのか、そしてこれはやり続けるとどういうふうに価値が増加していくのかっていうところですよね。だから僕も、あの、なんだろうな、動画をバンバンやる理由としては、その家庭の価値ですよね。トークする、このしゃべるっていう、このしゃべる力には価値があると。 だから喋れるようになれば、絶対価値が上がるし、人より多くの人を動かせるし、まあ売り上げも作れるしって話で。だから下手くそでもやりましたよ。まあ今はある程度喋れるようになって、今が上手いとか下手とかどうでもいいんですけど、昔に比べると喋れるようになりました。もともと久保さんは知ってますけど、僕は人前で喋る人間ではなかったです。もともと喋りたかったのかっていうと喋りたくなかったし。 裏方だったんですよ。裏方の人間がこんな表に出てやるってまあまあじれないと思いますけど、どうすかゴーストライターですよ。ゴーストライターがこんなね、何万本も取らないですよ。で、なんでそのゴーストライターで、そのお化けみたいな男がね、なんだ表に出てこんだけやってんのかって話で、そこに価値を見いだしてるわけですよこの。このトークスキル、これは価値があると。で、動画も、 いっぱい取れば取るほど絶対資産価値になるぞと。まあ赤番くらったらあれですけども、まあ過去の動画もいっぱい回ってくるんで、そこに価値を僕は見出してるからできるっていう。な,なんだろうな、ね、今目の,目の前のやっていることはどれぐらいの価値があるのかと。だかそこを見るっていうことが大事なんじゃないかなと思いますね。情報発信していく上で。情報発信っていうのはそもそもどれぐらいの価値があるのかっていう。 じゃあ、情報発信で儲かるか儲からないかではなく、そこにどれぐらいの価値はあるのか。じゃあ、今やっている仕事の価値と、じゃあ、これから情報発信をしてビジネスをやっていく価値、じゃあ、それは相対的に見てどっちのが価値があるのか。相対的に見て、今やっている仕事の方が価値がある、上がる、これから価値が上がるんであるならば、そっちで選べばいいだろうし。じゃあ、今の仕事は価値が上がるんですか給料が100万になるんですか給料が1000万になるんですか給料が1億稼げるんですか そこまでで価値は上がるんですか、まあそれは人それぞれ仕事によって仕事の内容によって変わるだろうけれども要は選択するもののこのやるこれは何なのかやっていることに価値はあるのかないのか価値は上がるのか将来上がるのか下がるのかそれを見極めるっていうのは価値の見極めっていうのは非常に大事だと思いますねうんだここがずれてるとう多分将来こけやすいですねまあ全員がこけないですけど将来こけやすいと思います あの価値で見ないっていうね。うん。は非常に重要な、人生を生きていく上で、まあ中長期生きていく上で非常に重要な考え方かなと思いますね。はい。いってらっしゃい。